さあ16番ホール191ヤードです。でこのホールは見てみると右手前から左奥に伸びたグリーンで左サイドにバンカーがあります。ですから左がバツ右が OK ですね。ですからこれはね比較的打ちやすくて右ドローヒッターの人は右からこう打てばいいしフェードヒッターの人はピンに狙えば右手前に乗るのでこの形状のグリーンというのは意外と優しいんです。で今風がちょっと上げ気味なんですけど左から上げ気味なので僕は右からドローで打つとちょうど風とぶつかって曲がりにくくなるのでドローで行ってみます。さあ行きます。もう右の15ヤードぐらい右向いておいてしっかり捕まえていきます。で捕まえたいときはいつものようにきちっと顔を残してフェイスターンを入れていきます。腕をね柔らかくこうストーンとテニスのドライブみたいにターンさせていきます。さあ行きます。さあセカンドショットカラーに来ました。でかなり今ね左足下がりなんです。でパターで打ってもいいんですけど僕は今ウェッジ58度です。半分飛んで半分飛ばす感じでいきたいと思います。でここは手前が高いんですくい上げるとダフってトップが出てしまう。ですからそうならないためにこの振り子の下がるところで打ちたい。ということはボールのセンターここだと手前打ってしまうんでもう右足のもう外ぐらいまで持ってきます。でここから大事なのがカットに打っちゃダメです。内側から包むように絶対に振り子の円軌道丸ですからね右に置けば置くほど下がりながら内側から来るという感じでいっています。さあ行きます。半分飛ばすカラーに超えたところに落とすこれぐらいからポンとこんな感じ背骨に対してこれも通過点決めてこの真ん中に対して頭を残して打つと